どうも、ドキドキさんでーす。どうした？いやいやいや、なんでしょう、急に呼び出して。ドキドキさんでーす。いや、ドキドキさんですはいいんだけど。おい、なんでしょう。いや、あのね、ちょっと実はね、ドキドキさん、GoPro 9解体です。え？GoPro 9をドキドキさんでーす。いや、ドキドキさんですはわかるんだけど、GoPro 買うの？ GoPro 9買いたいんですよ。いやー、高いよあれ。高いんだけど、うん、実は GoPro のホームページから、うん、予約をすると、うん、買うとすごくね、安くなるっていうのを聞いたんで、うん、ちょっとそれをね、ちょっとやってみたいと思うんですよ。ただ、海外の方のサイトになるんで、うん、ちょっとドキドキします。そうね、高い買い物をするからね。高い買い物をするし、海外だから、ドキドキさんのクレジットカードの番号がバレるのがちょっと怖くて、ドキドキします。まあ、流出はしないでしょうけど、じゃあ早速、買いますか？行ってみる？うん。なんかでも、聞くとこによると、2種類あるってよ。どういうこと？サブスクリプションと一緒に買って安くなると。うん。で、これ普通のと、うん。あともう一個、それプラス、うん、アクセサリーで。うん、その何ハンドルだったかなんか、そのスペアのバッテリーとか、うん、っていうのがプラスアルファでついて、ちょっと値段が高くなるバージョンもあるっていうんで、どっちかじゃね。 でも今とりあえず今入ったのが GoPro のホームページに今入りました、うんうんうん、で、こっからまず何すんの。いや、もう普通に購入ページに行っちゃえばいいんじゃないの。購入ページね、うん、すぐ購入するあるでしょ、そこに。うん、購入する。このページは知らないな。そうでしょ。これまあでもいいんじゃない、すぐ購入するで。あ、そうだよ、このページ、このページ、はい、このページは知ってますよ、うん、で、今ちょうどこの青い部分あるでしょ、うんうんうん、これ左がその、まあ、サブスクと本体のみ、うん、のみね、うん、43,000円かな、うん、書いてあるね、うん、でもう一個あって、でその右、そう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 、これ右が、うん、バンドルっていう、なんていうの、ハンドルみたいな、うん、棒みたいなのね、棒みたいなやつ、うんうん、とあとマグネットのついたやつと、うん、とスペアのバッテリーね、うん、スペアのバッテリーは必要だよ。だから俺こっちでいいと思う。ついて49,000円、うんうん、だから6,000円プラスかかるけど、こっちの方がお得だよね。まあ、スペアのバッテリーがお得なんだけど、うん、だけどこれネットで調べたら、うん、実は、うん、これも差額6,000円じゃない、うん、でこれサブスクに入ると、うん、このアクセサリーが安く買えるのよ、うん、でこれ単品でこの3つをまとめて単品で買うと5,000円ちょっとで買えると、うん、だから800円900円安いのよね、単品で買った方が後から、うん、だけどこのスペアバッテリーが単品でなかなか買えないらしくて、うん、だから本当にスペアバッテリーが欲しいんだったらそのこっちで買っちゃった方がいい。なるほどね、うん、うーん、ネット情報ね。どういうことだから、結局アクセサリーも半額安く買えるから、うん、だからスペアのバッテリーが必要か必要じゃないかも踏まえてってことね。そうそうそう、バッテリー余分にあった方がいいと思う。俺いろいろ長時間撮ったりもするから、うん、多分ね、あった方がいい。え、何撮るの？狩猟してるってことだからさ。ドキドキさん狩猟しないでしょ。そのうち連れて行きますんで。ドキドキさん狩猟すんの？狩猟しますよ。免許持ってんだよな。免許持ってますんでね。じゃあ買っちゃえば。じゃあ うん、こっちで、うん、約5万円そうのやつを買いますね。5万9000円。これだからサブスクリプションの登録でないと6万円したの。1万円かかっちゃうんだね、プラスでね。よし、じゃあこれをカートに追加を、カートに追加で、カートを見るを押しましょう。はい、カートを見る。一応確認できます。はい、確認します、はい、まず、はい、サブスク6000円ね。1年間って書いてあるんだよね。そう、1年間6000円。1年間だけでいいってこと？1年間だけ入って、うん、やめちゃえば
あの GIS4 万3000円、まあ、まあ9000円からこれはね、うん、買える。でこれでこれいろいろ入ってて、これ 1個だからこれで OK。 そう、はい、これで締めて4万9000円、4万9000円貸し盛り。配送割引っていうのが、はい、あの配送料は一定額以上購入したので0円。はい、これで、でこれね、一緒分からないからチェックアウトするか、あの多分買い物するなんだね。はい、これでえチェックアウトかい、チェックアウトを押す。チェックアウト、ちょっと進むね。あ、来た来た来た。そしたらここにね、はい、いろいろ入れていく。はい、名前、名はどっち。名は下の名前だよ。良平。いや、言っちゃったよ。あちゃできた。一応飲んできた。 で確認で、これヒーロー9っていうんだね、 GoPro。 ね、ヒーロー9ブラック、うん、バンドル、うん、こちらが4万3000円で、在庫ありで数量、まず自分が注文するのは1個、うん、で1年間の GoPro サブスクで、これでが6万円、あ、6000円です。急に高くなったな。サブスクの方が大きくなった。6000円で、合計注文で、4万9000円と、うん。で、配送2、3日だけども、この一定額いってるんで0円になるんで、合計金額が4万9000円です。これで今注文するまで最後。このボタン押したら注文できるから。注文できちゃうもう。本当？それが最後のボタンじゃない？じゃあ押すよ。いいね。4万9000円だよ。うん。はい！あ、押した。あ、どうです？いや、まず、ピピ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 。あ、ありがとうございます。ご注文お願いした。商品発送時にはメールでお知らせします。こんな簡単に注文できちゃうの？そりゃそうよ。今のご時世、ネットで買い物なんて当たり前なんですから。一応、これ、この画面に一応スクショしておかないと。よし、これでじゃあ来るのを楽しみにしましょう、うん、じゃあ来たらあのまたここで発表しますんで、いいですか。わかりました、お願いします。ちょっと待って、これ私必要でした。必要でしたよ。あ、必要でした。必要でしたよ。 あの導いてくれる人、うん、ドキドキを一緒に楽しんでもらわないとさ、高い買い物だからね。高い買い物するから、不安だからね。不安だから誰が似てもらわないと、し、うん、正しく示してもらわないとしょうがないから、ね、はい。じゃあドキドキさ、 GoPro を買う、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな、チャンネル登録してる暇があったら親孝行しろよ。